私がお手伝いいたしましょう。強いな。何者だあれは。さて、妖魔の類と見えるが、ただの妖魔とも見えない。何にせよ、判断するには材料が足りない。奴の力量、今少し見極めるとするか。俺が倒す。妖魔と戦う一団、猛者揃いと見える。敵も去る者のようだ。急ぎ救援に向かわん。行かれます。天道寺よ、とっとと太鼓棒を仕留めろ。拾ってやった恩を忘れるなよ。ここで口当てろ。あの、どうでもいい。せいぜいあがくがいい。敵将、払い立て祭りました。この者の力を見極めたいところだが、いささか手が足りぬ。行かれます。三人がかりでも抑え込めないと。押されてる。マジありえねえ。姉貴様、はい。命ぜられたい。お前たちを止めねば。私、己が名のほかに何もない。何も覚えておらぬ。私はうろい、ゆえに何も発作望まない。命ぜられるままをなす。行くとしよう。あいつ、喧嘩の途中で逃げやがった。俺たちは酒呑童子なる鬼を追っている。加勢してくれないか。ほう、ファグヤが来てくれるとは。門を開けろ。数で押し潰せ。何も考えずに突撃とは、こういうのしだが、正真正銘のうつけだな。正則を見ていると弁慶を思い出す。あいつは今どこにいるのか。今こそ敵大将を撃つ好機。ああ、我が軍の通行だ。ずいぶんあっさりと思うよ。これ何かある。手伝ってくれんのか。悪いな。まあ、俺らだけでも余裕だったけどな。師匠殿、分かっているなら諸葛丹殿の説明は。いや、けどな、諸葛丹が俺の言うことを聞くかどうか。まだまだ知らないわ。私が場外での援護を引き受けよう。安心して進むがいい。
グニャ、この子の戦いに触発されたか。今だ！飛んで火にいる夏の虫よ。任せて！今だ！四天童子！最高棒をひねり潰せ！承知した。しまった！罠だったか！やっぱり言っておくべきだったか。うわっ、罠かよ。俺としたことが暗闘じっちまったぜ。かような切削、読めぬはずがない。援軍が到着しました。やってくれたか、馬長殿。我らも奮起し、勝利へ邁進せん。お前の活躍は眩しいばかりだ。払い立て祭りました。行かれます。ここで口当てろ。せいぜいあがくがいい。私にも無双の力が。やっ！
戦う意味もあるな。主天道寺か、あの妖力存在か、あるいはあの者こそが我らの希望となるか。しゃあ勝った！私の活躍で太鼓ボードお役目を果たす。